こんにちは、ユニオンメイドの佐藤です。ですね、アメリカのファッションの基本となるこう柱っていうのは何、どんなアイテムがあるかって考えた時にミリタリーとかワークとかまあまあありますけど、私その中でもスポーツ&アスレチックという部門があると思ってるんですね。で、そのスポーツ&アスレチック部門の中で私の中の神アイテムっていうのはですね、この80年代の後半から90年代にかけて生産されたアメリカスターター社のナイロンサテンジャケットなんですね。この製品は今後もいろんな種類っていうのを紹介していくことになると思います。私も大好きなアイテムなんで、まあそうなると思うんですが、今回はこの動画を公開するちょっと前に手に入れることができた非常に珍しいですね、テキサスレンジャーズのジャケットを紹介します。まあ、ヤンキースはじめドジャーズ、有名どころの球団っていうのもですね、まあそこそこもうみんな好きですし、まあまあ出会う機会っていうのはたまにあるんですけど、このテキサスレンジャーズやヒューストンアストロズ、ロサンゼルスエンジェルス、その辺のチームっていうのはね、めったにこう手に入れることができないし見ることがないんですよ。まあちょうどチーム運営とかのなんか過渡期がその頃にあったのかどうかちょっとわからないんですけど、まあまずめったに見ることができないんです。なので今回これ手に入れられたことをすごく興奮しております。もうこのテキサスレンジャーズといえばですね、もうアメリカらしいちょっと濃いめのロイヤルブルーのボディ、そして裏地のキルティングっていうのはね、もうこうレンジャーズ仕様で赤なんですね、イメージカラーブルーと赤なんですね。で当然メイドイン USA、 そしてこの表のナイロンサテンの生地はもう特に着やすくて張りがあって最高です。腰もある、張りもある、他社の当時のですね同じようなアイテムと比べたらもう全然上質なものなんですね。でスターターといえばこの袖口についてる星と S のマーク、これがキーポイントになるので、このマークよく覚えておいてください。でレンジャーズっていうのはこの左右の胸にまたがるですねチーム名、ロゴがこうサテン地で縫い付けられてるんですが、スナップの位置がですねこのマークを邪魔しないように不等間隔のピッチなんて、ここが広く空いてるっていうところがですねちょっと特徴でもありますね。もう30年ぐらい前の商品なんですけど、まあ、未使用でまあ見つかるってことも本当なかなかないんですが、このめったに見ることがない上に、特にこのテキサスレンジャーズはこの商品を売ってる私でもほとんど見つけられないんで、まあこれを着て歩いてたら街でまず誰かと被るなんてことはまずないですね。はい。でスターターの当時のですねデッドストックの商品としてこうアメリカで集めて売っているんですけど、まあまあ私のように同じ世代の人でその当時からまあ30年前というとちょうど20代ですね、20代の半ばぐらいですけど、その頃から好きな人が当時着てたものからちょっと傷んできて汚れてきて、ちょっと新しいのまた欲しいななんていう見地で、まあこれを追い求めてこう見つけて喜んでくださる場合もあるし、まあ私がこうやって商品を紹介して実際触れてみる、着てみたらすごくいいもんだっていうことで、新しくファンとしてこのスターターのジャケットに魅了される方も多く、でもう見つけてもね、もうその方たちの競争ですぐ売れちゃいます。もう最近はちょっと入ってきてもすぐ手元離れ手元離れっていうのが繰り返されてて、もう競争みたいな状況でね、ちょっと探すのが追いつかないっていうのが現状であります。で今日見つけたこのレンジャーズをね紹介するのはね、アメリカの M サイズなんですね。で大きいように感じられますけど、当時のものなので、そんな M って言っても大きくなくて、私なんか165センチぐらいなんですけど、ちょうどいいサイズなんですよ。なのでね、この珍しいとなると当然自分でも着たいし、自分でもものにしたいけども、まあまあ私まずは店屋なんで、お客さんにものを紹介するというかね、のがそれが務めなんで、まあ、近々ちょっと販売に出すことにはなると思います。はい。でこの当時のスターター社っていうと、メジャーリーグもはじめカレッジリーグ、フットボールリーグですね、 NFL、 ホッケーリーグ、あとバスケットボールリーグ、すごいいろんな種類の商品がありまして、そのチームチームの色、まあ、そこがね地域のカラーであったりっていうか、それがカラフルですごいとっても楽しめるアイテムなんですね。
多分私はねもうこれ生涯追い求め続けるんだろうなと思っております。はい、なのでそんな私が惚れてるアイテムです。もし機会があったら、まあ、中古のねあのショップとか行ってもこの袖のマーク思い出してちょっといろいろ見てみてください。とにかく品質はとてもいいものでもう歴史に残るものだと思っております。はい、ではまた次に紹介するものを楽しみに待っててください。じゃあさようなら。